日本では有明海、八代海にのみ生息するムツゴロウ。勢いよく飛び跳ねているのはこの時期から見られるオスがメスにプロポーズする求愛ジャンプです。有明海の干潟では今年もオスが盛んにジャンプを繰り返し、メスを巣穴に誘っていました。実際ね、カメラ持って、こうやって撮影することが初めてだったんで、写真にいざ撮ろうと思ったらですね、そのタイミングがもう全然撮れなくて求愛に成功するとメスは巣穴で産卵し、孵化するまでオスが見守るというムツゴロウ。夏にかけて産卵のピークを迎えます。